はい、ファンコシさんです。上機嫌ですね。いやー、やっちまいましたよやっちまいました、やっちまいました、はい、なんとなくね、マイニューギアはいの波動がビシビシ来てたんですよ、最近。はい、この間石橋学級の新宿線にいたら、はい、まだありましたよ。でもやっぱ全然いいね。うん、買おうかなこれえ、マジであったんすか。ありました。あ、そうなんだ。はい、君が買いかけてたやつ。あれだってロッドいっぱい展開だったからね。それで、はいはい、動画載せてたじゃん。はいはいはい。そしたら、はい、まあ、視聴者さんで、はい、最近なんかちょっと連絡やり取りしてる人が、うん、あのギター欲しかったんですかみたいな、うん、連絡が来て、うん、いやーでも欲しかったんですけどちょっとロッドがいっぱいって書いてあって、うん、やめちゃいましたねって言ったら、うん、僕ちょっと近い持ってるんですけど、うん、お譲りしましょうかみたいな、うんうん、え、マジっすかみたいな、うんうん、それ物何ですかって言ったら、うん、52年の、はい、そういうフラコです。おー、フラコって言えばまあなんてピックギター、はいはいはい、って言うから、え、ちょっと一回弾いてみていいですかってなって、うん、送ってきてもらったんでね、こちらですね。でかない？でかいんすよ。なんか、ジャンボみたいな。そう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 。これが、だからまあその人の情報だと52年製の、はい、ギブソンの L7? L7、はい、うん、はい。というモデルで、はい、これもまあこの、いうのあんま全然詳しくないんだけど、うん、でかいです。でかいよね、うん。でかい。まあ送ってもらって、はい、ちょっとまあ状態があんま良くなかったりとかした部分もあったから、はい、まあ、すり合わせして、納豆交換して、はいはい、ちょっとブリッジ交換とかして、はい、で、今に至ると。なるほど。はい、お買い上げだったんですね。まあ、そうですね。なんか送ってこれってさ、うん、まず見るじゃん。うん、おお、すごいオーラある。え、でも、指板の色めっちゃ薄くないと思う。はい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 。なんか僕らが知ってる、うん、ヴィンテージのギブソンって言えば、そうそう。黒黒はからんだじゃないですか。黒黒はからんだですね。うん、はい。これ、ま、結構白くてさ、うん、え、こんなはからんのあんだ、うん、パーフェローみたいな。そう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 。え、これ70年代とかじゃないとかって、うんうんうん、なんか思ったり。で、なんかさ、うん、このシリアルとかも、うん、調べてもちょっとなんか書いてあるのと違ったから、うん、あれなんかこれちょっと怪しいのかなと思って、うん、なんだけど、まあでも、こういうのもあるらしいんだよね。こういう薄い。でも確かに目ははからんのでって、間違いなさそうなんだよね。あー。はい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 。へぇー。で、なんか、これも双子部だからさ、ペグも。え、これ60年代か70年代のギターなんじゃないの？はいはい。じゃあこれ後から変えてる？ただこれは変えてある。らしい。お、スティンガーヘッド。スティンガーヘッドってなんだっけ？スティンガーって後ろが黒くなってるやつですね。この部分は、その。なんかさ、うん、思ったより鳴らなくない？古いギター鳴らすのむずいんだって思った。あー。で、よく調べたら、52年とかってね、結構特定できなくって、うん、多分49から52年の間ぐらいじゃないかなって思うんだよね。はい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 。結構なんかこうガッて弾かないと。鉄腕の友じゃん。そのくらいのテンション感で弾かなきゃいけないってことですね。多分この当時ってさ、うん、リード楽器じゃないじゃん、もちろん。そうだね。うんうん。で、結構、なんていうの、多分バッキングでガンガン鳴らすようなギターだから、そういう風にできてんだろうなって。これロングスケールだし。頑張って弾かせるようになってるギターってことですか？なんかそんな気がしますね。あー、なるほどね。き
ついなっていう、なんて鳴らすのが。だってさ、このギター買ったらさ、もうなんか家とかでさ、うん、なんかもう、いやもうダメなんですよ、それはもう。だからさ、もうこれはだからね、ペラペラ弾いちゃいかんなと思って。でもレギュラーチューニングきついから今半をな、でももっとね太い弦張らないとダメだと思う。これを直そうと思ったら13からのやつ、今11からのやつで、なんかシャカシャカしかならないんだよね。絶対さ、これ持ってたらさ、うん、あ、なんかケンケンさん家とかで、うん、なんかこう、なんかおしゃれなフレーズ、ブルージュ。なんか昼さ、なんか酒飲みながらやってると思ったけど、家からいや、まあそういうのじゃなくてもいいけど、結構ストイックに向き合わないと。寝るか。いや、本当にそうです。ちょっと筋トレじゃないけど、結構ギターと向き合わなければいけないみたいな。本当にいいピッキングしないとならない感じがする。これさ、まあ半音下げだから結構やらしいんだけど、うん、もうレギュラーにしてみて、これちょっと厳しい状態持ってるよね。そうさらにこうストイックに。おお、なんかさ、っていうかさ、音がここまで変わるのもすごいね。ね、なんかもっと鳴らないっていうかさ、厳しい。なんかすごい、なんか頑張って。なんかさ、やっぱ今の時なんてシャラーで綺麗になるじゃん。なるね。そういう感じあんまないもんね。なんか似たような感覚で言うと、J160E 弾いた時はなんか近いかもしれない。それ先のやつ？最近のやつとかね。結構弾いた瞬間に、うわっ！だから鳴らしきりにくいんだろうね、出ないからね。厳しいみたいな。やっぱ結構なんだろう。ダイナミクスが出やすいっていうよりは。だからやっぱこう。みたいなのを当時は多分やってたんじゃないの、はいはい、分かんないけど、はいはいはい、だからそういうなんかこう打楽器的に使うっていうかさ、多分そういう感じだったから、でかいさが必要だったんだよね。なるほどね。こういうの弾くやつじゃないの。まあでもこういうの弾くんって弾いても、なんか結構ガッと弾かないと。メイプルバック、メイプル？何？まあスプルストップがスプルスで、メイプルバックだね。でネックもメイプル、メイプルだね。うん。やっぱ硬い感じだよね。ほんとピッキングがむずい。もしかしたらもう究極の練習ギターあるかもしれないですね。いや、ある意味ね、はい、そんな感じはするよ、ね、はい、ちょっと夜な夜なトレーニングして、トレーニングして、これ太い弦張るときついだろうな。まあ育てていただいて、育てる、これを育てるっていうのもね、なんかもうすごい話だけど、自分より全年上のこれ弾いてる人も多分亡くなってるからね。そうだよね、うん、当時、うん、そう考えるとすごいね、ギターって生き残っていくから。頑張って、これギターが上手くなればいいっすね。ねえ。
最近だいぶ肩もね、はい、ちょっと良くなってきたから、これ、うん、あ、なるほどね、あ、なるほど、ジャカジャカ弾きますね、ジャカジャカ弾きます、はい、なんかこんなギターばっかり見てる気がするんですけど、なんか既視感がありますね、さっきの流れ的に完全にありますよ。これはでもいいですよ。あ、なんかかろうじてロゴがある、うん、K でございます。はい、まあビザールだっけ、 K って一応ビザールだけど、はい、ビザールですね。でこれは一応ピックギターのジャンルになるんですか。そうですね、はい、サイドバック、あ、メイポーバック、トップスプルスだね。そうだね。これ単板じゃないか。単板、あ、でも裏に1枚だけ買ってあるな。謎、謎だね。2枚交番だね。はい、へえ、そんなパターンあんの。あ、でもやっぱそうだ。で、はい、はからんだ。あ、はからんだ、はい。これがほんとパッと見はからんだだなって思う。あ、はからんだだね。で、結構太めの、太めでしたね、うん、トラスロッドなし。きたー、これね、音いいんだよね。してるかな、なんかね。多分なんか、うん、ちょっとやっぱ合板の効果なのかね。腰が高いというか、はい、軽快だね、うん、なんか俺のマイニューギアを見て、はい、いいなと思った人は、はい、こっちがですよ。これも全然同じ感じだよ。やっぱオープンとかでもいいだろうね。塗装が結構剥げてたりとかするけど、まあそうですね。まあこれはいいよね。これはもう俺たちの勲章ですよ。うん、やっぱ俺たちの勲章ですよ。ちょっと今日はK の K 50年代、1950年代50だよね、多分ね。こういうギターわかんないですからね。ちょっとこういうギターわかんないな。てかもうギブソンですらわかんないんだからね、うん、ヴィンテージギターがこの価格で買えるなんて、はい、14万8000円税込みです。イエーイ、ふざけるなよ。お怒りじゃないですか。なんか、はい、ヴィンテージギブソンとあんまりなんか引き感があんまり変わんなかったっていうのはね。まあたまたまこれが当たりっていうのもあるかもしれない、うん、ナショナル、僕はあのパナソニックだと思ってました。あー、松下ですね。松下の、あ、あれ、あれ、これだからジャカジャカじゃないね、これ、ね、うん、めっちゃちゃんとしてるやん、うん、え、このナショナルっていうブランドは今でもアメリカで作られてるんですか。だからあれだよね、うん、あ、今作られてるか。なんか最近あるよね。なんすかね。なんか館長、ナショナルってさ、はい、今あるよね。昔の頃と同じところがやってるかは、うん、そうだよね、うん、最近のやつとかでいいんですか。これ最近のやつですよ。
ト・ロドリゲス。ジョンソンじゃないんだ。これはね、モテるおじさんになれますね。モテおじ。はい、これモテおじギターです。まず、見た目も可愛いじゃないですか。これ持って、キャバクラ行くんですか。キャバクラ上にはモテないかもしれない。もう絶対モテないよね。え、なんかこれをさ、なんかどっかのリゾート地とかでさ、弾いてたらさ、かっこいい。これなんかでっかいね、麦わら帽子かなんかね。そうそうそう、麦わら帽子なの。天下のパッド。ふえーんとか弾いたらさ、やだかっこいい、渋いみたいな。ちゃんとしてるな。すごいでもリバーブ感すごいこれ。ねえ。パパパキャーン。本当だ。うわ。298,000円でございます。おはい。これ高そうだもんね、もともとが。うん。50万円程度するということで、定価は。あとさ、はい。これ、こういうのってさ、オープンで楽しいじゃん。うん。オープンってさ、ギター弾けなくてもいいんですよ。右手だけで。変な話。はいはいはい。だって、はい、だってこれをつけて、うん、これでしょ、うん、これでしょ、はい。はい、これがあればもう、はいはいはい、OK だね、はい、こっち何もしなくていいんだよ。だってほんまや。これすぐリゾート地できるわ。これだけでいいです。これはいいじゃないですか、はい、お問い合わせいただければと思います。ファンクおじさんでした。ありがとうございました。